こんにちは、森下アットホームの森下です。今日はですね、ちょっとオーニングについてね、少し解説をしていきたいと思います。オーニングってどうですか？皆さん馴染みありますかね？あ、知ってる知ってるっていう人もいれば、なんやそれっていう人もいらっしゃると思うのでね、まあ、ちょっと少し、まあ、言葉の意味の説明をしておくと、オーニングって直訳すると、一般的にはこう日よけとか雨覆いというか雨よけというか、まあ、そんなような意味やと思います。まあどうですかね、ちょっと僕みたいに古い人間しかもう分からないかもしれませんけど、昔ね、小売りの八百屋さんとか果物屋さんに行ったらですね、やっぱり直射日光がこう商品に当たったら傷むじゃないですか。だからこんなね、折りたたみのこうロールになったようなこうテントをね、シューッとこうシューッて出すんですよ。こんな受けがこうあってね、でこうおっちゃんがこうガリガリガリと鎖かなんかを引っ張ってガリ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 ってこうニョ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 ンって出てきて、でこう日よけになって、あ、こうやったら火が直接当たらへんから果物や野菜傷まへんよねみたいな感じで、そんなようなやつです。まあそういうのもあるし、まあ今やったらカフェとかでね、外国は多いけど日本は少ないかな、やっぱこう外にこう店の外にこうちょっとこうテーブル椅子が並べてあって、でパラソルじゃなくてこう建物からビューンと出て、でこうテント生地で日よけを作るとか雨よけを作るみたいな、まあ、そんなイメージですね。これをまあオーニングと言います。で、まあ、これね、ある方からそのオーニングをちょっと興味あるんですけど、まあ、メリットデメリットってどういうもんある、考えられるんですかね、だから森下さんが何か考えられ知ってはる、なんかいい進めがやり方みたいなのがあったらみたいな質問を受けたんで、それ受けて、まあ、ちょっと長いもやきになったんですけども、これをちょっと取り上げさせてもらいました。まあ、なんでちょっと早速ですけども、少し種類がありますんでね、ちょっと僕のまたとがき見ていただいて、確認してもらったと思います。はい。オーニングですね、まあ、さっき日よけ雨青いとか言い方しましたけど、一般的にこの建築の業界ではですね、巻き取り開閉ができるテントっていう、こうくるくるくるってなんかくるくるとテント巻けるっていうような意味を持ってオーニングっていうケースが多いですね。で、多いのはね、やっぱりこの壁付けタイプ、最近はねめっちゃええの出てきてましてね、こんなこう折りたたみで格納しててね、クイーンって出てですね、これがこうロールスクリーンみたいな感じでこう格納されててピューッと出てですね、さっきに言った八百屋のテントの進化版みたいな感じですね。で、こういう壁から出てですね、でいらん時はシューッと格納できるっていうようなものがタイプ1ですよね。で、それからもう一つがね、ちょっと大掛かりなんですけど、スライドタイプっていうやつです。まあちょっとなんてこじゃれたカフェなんかね、こうよくやってますよね。こんな感じでね、こう四方のこう四角枠の櫓を組んでね、そこにこう日本こうレールをはわしてですね、そこにこうテントをこうこんな感じでこう折っていったやつをこうパタ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 とこう引っ張ったら畳めて、ギューッと引っ張ったらパタパタパタと伸びていって、でこう水平方向にこうテントが広がるみたいな、そんなやつです。だから真冬やったらこうそれやったらこう火が入ってあったかいし、真夏は閉めたらこう火が当たらへんから涼しいみたいな、そんな感じのやつですね。これはまあやっぱり大掛かりで結構値段はしますけどね、でもまあできたらかっこいいです。はい。で、そして最後にこのまあ壁付けタイプにプラスアルファになるんですけど、スクリーンタイプっていうのもあります。この壁付けタイプの先にこうスクリーンを、まあいわゆるあれです、すだれみたいなやつです、日本でいうね、まあ、このまあ洋風のすだれがこのスクリーンタイプのオーニングやと思ってもらったらいいと思います。だいたいね、こういうそのコスト感で言うと、まあもちろんネットなんかで検索されたらバッと出てくると思いますけども、まあどうですかね、2.5 メーターぐらい、まあ1軒半ぐらいのこの間口で、デーが1500ぐらいの出るようなもんで、どうですかね、2,30 万ぐらいで市場価格として出てるんですかね。だからもっと安いのもあるかもしれませんけど、安いのまあ作りがチャチなんで僕あんまり勧めないです。まあせっかくつけるんやったら、まあやっぱり20万強、まあ、できたら 3,40 万ぐらいのしっかり車をつけた方がいいと思いますけど、まあそこはね予算もあると思うんで。でですね、これをつけた時のメリットを言っておくと、まずですね、目隠し効果ってありますよね。さっきもスクリーンなんかやったら、だいたいこう南のいいところにデッキなんか作ってること多いから、道路があったりしたら人柄もある見えやから、それ下げるとちょっとマシいうところがありますね。でそれからですね、こう夏の日差しを
このカーテンとかブラインドに比べてね、あの部屋内の窓につけるよりはこれ10倍ぐらい効くって言われてます。もう大げさじゃなくてほんまそうですよ。で、まあだからなんかどこ早稲田大学の先生がなんか研究されてましたけども、エアコンがこのオーニングなしでやった時には 100% の可能性な冷えへん部屋がですね、オーニングをつけるだけで 33% 稼働、まあ、約3分の1ぐらいの省エネ稼働になるっていうようなこともまあ立証されているようですね、はい。でこの辺が僕多分メリットの王道だろうと思います。でそれでね、あとはね、あのデメリットですけどね、これねズバリ風に弱い、あの普通の家電ですけど、あの10メーター越すようなあの台風の風ね、あれはちょっとあのパタパタするし、あのすごい瞬間最大風速やったら煽られちゃうので、その時はやっぱ畳まなあかんですから、そういう弱点はあります。それとね、紫外線劣化って言葉ご存知ですかね。テント地なんで、まあ、一般的にカラフルな色を知ること多いです、まあ、茶色とかグリーンとか、まあ、オレンジなんかもあるのかな。そういう色ってこう色素って結構紫外線で劣化して薄くなっちゃうんでね、まあ、1年ぐらい大丈夫と思いますけど、 2,3 年使ったらちょっと、まあ、場合によってはみそぼらしく見えるようなこともあるので、ちょっと柄の選び方、色の選び方も注意が必要だとは思います。であとはまあさっきの目隠し効果の反対で、まあ、ちょっとこう視界を妨げるっていうこともあるかもしれませんね、はい。でね、まあ最大のデメリットは、使い方間違ったらデザインが壊れるっていうのはあります。せっかく考えた家の外観やのに、そこにそれつけるみたいな家も、まあ、なきにしもあらずなんでね、まあ、ここら辺はつけるなら最初からこう一緒に考えてもらって、家と上手に融合するようなウォーニングの使い方っていうのはぜひやってもらうと、あ、満足感はあるかなと思います。でその上でですね、もう全部ひっくるめて僕が今回思う最大のメリットに関しては、それはウォーニングを使うと簡単に中間領域ができるっていうことなんですよ。これね、あのここのところ僕があの僕の師匠のね、飯塚先生の方の話で受け売りでが盛んに言ってますけど、その豊かなあの住まいの空間の要素っていろいろあるんですけど、やっぱりその名建築と言われているものはこの中間領域の使い方が非常にうまくて豊かなんだっていうことをちょっと以前もね、あのフィリップ・ジョンソンの話でちょっと僕させてもらいましたけども、この簡単に出る日差しによってですね、建物の外側なんだけども、なんか内側チックな、内側でもない外側でもない、この中間的な領域がこのハンドル一つで簡単にできちゃうっていうのが、このオーニングの最大のメリットかなと思います。まあ、あのオーニングっていうとね、なんかこう夏のもんやって感じがするかもしれない、日よけですからね。でもね、僕実はですね、オーニング秋やなと思ってます。意外とね、最近こうあの よく言うその暑さ寒さも彼岸までって言って、9月の20日ぐらいで夏の終わりってこう来るようなイメージ日本人してましたけどね、最近9月20日過ぎても暑いっすよね。そうするとね、あのなんちゅうか西日がね、角度が低くなってくる、夏に比べたらね。でこっちこうカーッと入ってくるんですね。それをオーニングすることによって、こう太陽が西に行って西日になっても結構カットしてくれるというのが一つあるっていうことと、それとそのなんていうんですかね、夏にあのビアガーデンでビール飲むって、なんか昔の風物詩で、今の日本暑すぎて外でなんか飲んでいられるかと、エアコンの効いた中でビール冷たいビール飲む方が美味しいみたいなもんなんですよね。でもね、秋からその秋のまあ中頃とか終わりがあるのにかけてもね、結構ね外におった方が気持ちいいっていうことがあった時に、秋に飲むこのウッドデッキとオーニングあるとこで飲むビール、これ美味しいんですよねこれ完全に僕の個人の世界ですけども、なので、まあ、そんなことをちょっと思っていただくと、オーニング使ったら、まあ、建物の予算が限られてても上手に中間領域できて、そういう豊かなこう楽しみ方もできるしね、それから、まあ、ちょっと本当に厳しい時はエアコンをしっかり効かして省エネで快適で暮らしすることにもつながりますのでね、ぜひちょっとオーニングもし知らなかったら、あの頭に置いていただいて、活用していただけたらと思います。はい、まあ、こんな感じでね、まあ、家づくりというか暮らし方についていつもごにゃごにゃ話をしてますので、まあ、よかったらチャンネル登録をしてみてください。